はい、Jチャンネルです。質問が来ておりました。おへそさんかな。小指が立ってしまうということですね。こういう感じですね。よく、よくありますよね。ありますけど、例えば C と G と D などは中指薬指のフォームが自体が同じなので、こう前後ときながら同時に移動させる練習をした方がいいそうですが、 D から G に置くときに、中指薬指と同時に必ず小指までがロッケに向かってくるため必ず1テンポ遅れていますと、小指だけガクッと張った感じになります。ガクガク、これは慣れでしょうね。やっぱ小指っていうのはやっぱりなかなかね、この言うこと聞いてくれないでしょ最初はね。なので D から G に、 D から G の場合はこの小指の練習するじゃん。 D さそう、ね、D7 が D さそう、この練習こういう練習をしておいて、この右手もねこういう感じで、今度 D を弾いた後に右手引き上げた時に G にして、多少誤差があってもいいですから、こう振りを下ろすため時に小指がこうね押せればいいでしょう。極端な話、後から1テンポ遅れていても1弦を弾くまでに押せばいいという、これ極端な話ですね。だから D、今分かりましたかね。一回僕もこうやっておいて押し直してました。小指をクッとこう曲げるような感じですね。こういった時にもうこうつける練習をしておいて、例えばサスホーからサスホーを練習しておいて、こういう感じでサスホーを練習しておいて、そっからこういうトップじゃないですかね。サスホーから小指を離さないで G、 これいいんじゃないかな。それができるようになったら、この小指の1弦の3フレットを押す感覚だけなんですよ。なのでこれはもうね、結構反復練習をすれば治ってきます。この若干ね、意味わかりますかね。小指ここよりか後にこう来てます。僕はね、それでも大丈夫なんですよ。ぴったり来なくてもこういうこれぐらいの誤差があってもいいです。だんだん速くしてる。練習ですよ。指の感覚が覚え込むまで練習する、すれば大丈夫だと思うんですよ。どうしようかね。G はね難しいと思いますけどね、最初はね。小指はこんな感じで多少遅れても大丈夫ということですね。はい、これ頑張ってみてください。G チャンネルでした。ではまた質問がありましたらまたコメントください。チャンネル登録を忘れずによろしくお願いしたいと思います。